おはようございます。あずまえの朝活、今朝も約5分間あずまえのフリートークにお付き合いください。どうぞよろしくお願いいたします。りゅうちゃんのお話からしましょうかね。昨日バディさんを迎えに行って、りゅうの報告をしました。でやっぱりなみたいな反応してたんですけどね、バディさんがね。で、帰ってきて疲れてるのに悪いけど今日病院行こうって言って、で、病院に行きました。で結果はね、やはり腎不全がちょっと悪くなってました。でも、10年前一番初めに発症した時はね、もう本当にやばかったんですよ。もうサンズリバーで流されかけぐらいの感じだったんですけど、それよりはずっと早く見つかって、まあ今の値よりは、今までの値よりはちょっと悪くなったっていうだけでね。でクレアチニンっていう数値はちょっと上がったんですけど、BUN って尿素窒素はあんまり上がってないので、まだ尿毒症っていう感じではないから、まあ頑張ろうということです。で体重がね、まあもともと大きな子だったので、減っても 6.3 キロぐらいあるんですけど、2キロぐらい減ったんですよ。すごいでしょ。もともと8キロ台あった子なので、で体重減ったんですけど、体しっかりしてるからこの体重キープできたら粘れるって言われて、でもね、ご飯全然食べないです。で強制休止しようかっていう話相談したら、それは吐いたら余計かわいそうやでって言われて、ああそれもそうやなと思って、任せる、本人に任せ、本にゃんに任せることにしました。うちの5人の中でね、5にゃんの中でね、彼だけがね偏食なんですよ。もともとカリカリだけだったんですけど、うち今カリカリとウエットフードと2種類置いてるんですけどね、他の4にゃんは両方食べるんですけど、リュウだけがカリカリしか食べない。で、カリカリだけじゃ水分がなって言って、水分欲しいからウエット食べて欲しいんですけど食べない。で点滴をちょっとすることになって、で点滴ね、前もそうだったんですけど、病院でしないで家でしてます。在宅医ですから違うか。でたまたま龍に使える点滴が今クリニックにあったので、家でやりますわとかって言って、で今のとこ週2回だし量もそんなに多くないので、それして昨日点滴したんですね。そしたらその後ちょっと自分で水飲む量とかが増えて、ちょっとなんかおしっこ行ったりも増えてたので、あちょっといいのかもって思ってます。でもご飯はまだ食べない。もうちょっとしたら1週間ぐらい食べてないことになるので、ちょっと心配は心配です。実はね、こんな一生懸命喋ってるのは、この YouTube 見てくれてはる方がね、龍のお姉ちゃんの、お姉ちゃんって勝手にお姉ちゃんと思ってるんですけど、龍のお姉ちゃんのママさんがこの YouTube 見てくださってるので、報告も兼ねて今龍はこんな状態です。でもヨロヨロしてるけど、ヨロヨロしてるけど元気です。変やな。顔つきとかはね、まだしっかりしてます。まだって嫌な言い方やな。ちゃんとしっかりしてます。でもちょっと今しんどいから、毛づくろいとかがあんまりできてないから、私が体拭いたりとかしてるんですけど、そんな感じかな。
食べてないからね、あのうんちも出てなくって、うん、まあいろいろ心配ですけど、なんだろう、うん、まあ獣医さんがまだ頑張れるって、今はまだ頑張れるっておっしゃったので頑張ろうと思います。今日もありがとうございました。